食べないと。あ、なんかそうでさ、配信者になりたいって、なんか川西を君に売名使うって言ってたよね。酔っ払って。え？川西をとことん利用してやるって言ってたよ。誰に対して、誰がどこに。結構言ってない。ケイコちゃん、ケイコちゃんには、俺にもそう言って。ケイコちゃんにも、には俺冗談で言った。俺にもそう言ってた。ケイコちゃんには冗談で言った。俺にも冗談で言った。いや、あの仕事で、もう大変だったよ。福ちゃんいなくなって、俺精神状態おかしくなって。仕事を手つかない。この業界行きたくないなと思って。配信者になると思った。配信者になってもうボロボロになってやろうと思った。だからその配信するのは好きなんだよ。いや好きじゃないよ。好きじゃん。ただ仕事が、だって注目浴びるの好きじゃん。いや仕事がきつくてちょっともう福ちゃんいないから精神的に伝わるじゃん。あと生のショーね。ああ、ありがとうございます。ちょっと今氷持ってくるからね。眉毛抜群ゲームだもん。ああ、そう。ちょっと、あの、全取りしました、駒井くんと負けて。いや、デニムだよ、デニム。総理ね、承認欲求めっちゃ強いね。だからその雑談たぬきを荒らす前までは2チャンネル荒らしてたらしい。5チャンネル荒らしてたらしい。音これ。あ、すいません。タコ刺しとイカ刺し。はい。ホタテ。ホタテの貝柱。うん。刺身。ほうれん草バタイタです。刺身。うん。まあ、マルコさんに聞いてみるね。これビールか。これビールの。そうそう、レグサルトっていうのが味なんだよ。一粒500円もするんですよ。なんでいいの？ね。これまだ言われてないよ。コロナ、これまだ言われてないよ。誕生日おめでとうございます。あれです。嬉しいなと思って。作ったよ。9年間付き合った女性が別れて結婚したことを知って、もっと大きな声で言って。9年間付き合ってた女性と別れて、その女性が結婚したことが分かって、大量殺人。大量殺人？別れてるのに？あの、自殺したいけど死ねないから死刑になるために大量殺人。日本ってさ、死刑制度はまだあるっけ？あるでしょ。なんか2年間にこう脳腫瘍でこんな大きい腫瘍できたってこれさばいてんのに。でそしたらほら、ブラ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 、絶対神経っていう、バランスの神経にしたら取ったんで、後遺症出ますよとか言ったら、出ちゃって、こんなブラブラブラってると、通勤時間帯に、バカじゃねえ。そうなんだ。変化になっちゃうから、でもなんかいつかなくなりそう。トラブル起こせないから、じゃあ、お誕生日、自分のね、お誕生日、祝ってくれてありがとう。で、ちょっと家族なんてさ、そばくんてね、これからもじゃあよろしくお願いします。しんちゃんが心配なの。テイピー
なんだかんだ、女性世代かんな。そうじゃないんだよ。今日飲みよっか。ありがとう。ありがとう。福ちゃんあそこまで腰振らんやったよね。全く振らん。打ったことは振ったよ、俺によく。俺には振らん。やっぱり1日に3、4回ぐらい。家でゲーゲー吹いちゃったり。あれ、すいません、お醤油ください。お醤油じゃない、あ、あった、あ、すいません、ありました。それだけちゃうの、あ、そのまんま、これ梅だから、あ、梅をこうつけながら食べる。そうだった、すいません、間違えちゃった。あの、鰹節じゃないかった。あ、ね、それも美味しい。うん、飲んでください。そうじゃないんだよ。心臓ドキドキして、なんか熱中症になってんじゃないかな。熱中症に軽くなったよね。熱いの。え、今月さ、可愛いかん。いつ？いろいろ明日とか。可愛い、行きたいな。いや、俺行ってくるよ。ね。どうやって行ってくるの？どうやって行くの？タクシーしかないの。でもさ、近くに川なんていっぱいあるもんね。あんた自分でよく見つけた、ね、いや、犬が泳げるような川じゃないと嫌やな。どこでもいいじゃん、川だったらどこでもいいよね。汚いよ。え、玉川とか。玉川なんてもっと浅瀬のなんかしょうもない川でいいんだよ。この付近で泳げ入れるような川ないよ。なかったっけ。スペシャリストはスペシャリストに任せるべきだ。まあせいで玉川、まあ、汚いけどさ、海も汚いじゃん。いや、奥多摩の川なんかめちゃくちゃ綺麗やん。え、でもそれ深くね、海みたいに深いよね。深くないとこもある。奥多摩って東京、あれ犬かな、犬とか泳がして。奥多摩って泳がしていいの？泳がしていいのかね、人間が入っていいかね。あ、すいません、はい、あ、お水ください。あ、お水ね、うん、あのね、飲むお水持ってきてくれる？シャワーグラスに氷入れてお水入れて。飲むお水でいいね。それ飲むお水。あ、お水普通に飲みたいんだ。ご両方のところに伝わった時にはただで見られるとか、だから今の学生さんやみにはテレビばっか見んの。うちはそんな何ヶ月も会ってないんだから。人ちゃんのことは心配でね。今もずっと階段で。久々に会ってどう？うちら。そんな配信中に言うわけない。え？こっから電気信号は誰も配信中に言えないと思ったら、え、配信中に言えない、いいこと言っても悪いこと言っても、うん、あれやね。いや別にそんなこと気にしないよ。貴様よくもって言ってたじゃん、配信中に言えよ。この前酔っ払ってドア開けてよ、ご提供を追い出して、次の駅後悔した、伊勢島見て、うん、結構叩かれてるから、うん、お前にはがっかりした。あ、なんかあの前にあの総理がうちにね入れてくれたんだよ。あ、総理の家に入れてくれて、まあ、和解したんだけど、それで総理ってアンチとして雑談に登場して活動してたから、裏切り者と叩かれて、裏切り者とかまでがっかりしたとか、がっかりしたとか、アンチに叩かれて、総理の件は残念。それが何でした？そういうの見たくないから余計なことあんまり喋りたくない。余計なこと、え、だからもうそんなこと言ったら何も喋れなくなっちゃうから、もう別にアンチじゃないんだから。
よ。勝利もアンチじゃないんだから、アンチの肩持つ必要ないって。見たくない。え？見たくない。え？がっかりしたわ。あれだってそれは最大限おかしいよ。掲示板に登場する時点で勝利がおかしい。そこにいる10人みんなおかしいから。そんな奴らにがっかりされるところで。じゃないかな。ああいうあれだったけど、それ気にしてるじゃん。江戸川が近くなったのに、誰もね。俺ね、福ちゃんね、僕あったらどんな反応するんだろうね。バスも入ってて、福ちゃんと他の犬に対してきつくないよね。でもあの犬もさ、あんな感じだけど、動物病院行くと、めちこぼれる。大型犬おねえか。大型犬に対してはすごい。それ、あの自分がこうやって、こう興味を示してるのに、教育されてるから見向きもせんやん。大型犬って大型犬ってずっとこうしてるやん、教育されてる。それで泣けるんだけど、かわいい。あの自分がこうやって来てるのに相手しないから、かわいい。ビビり始めるの、そして自分のところの駐車場入れるのに。人間に対しての怖さは全くない。大腸材しか来ないんですよ。一回脱走したいの。そこで捕まえたの。は？え？脱走した。脱走して？そこまで歩いてたの？走ってる。危ないやつ。危なかった。道路渡って？何やってんのマジで？あ、ナイスお願いします。もうすぐ400ナイスだ。一階でちょっと犬、一階に犬置いとったんですよ。ラーメン食べてる。犬ぜひラーメン作ってる。またラーメン作ってよ。あのナギとか。あれうまかったの。ラーメンはあれまた食べたい。寿司だってあれ1時間半で作ったよ。2時間やからね。配信で1時間半か2時間で作った時あったよ。麺から。あれが今までのこの10年の中で一番仕事した感じが。あれうまい。また作ってほしい。よく2時間で作れたね、スープの麺。あれまた作ってよ。あれいないよ。あの今週また作ってじゃん。ラーメン4点盛りしたくね。とかいう、その今週今つけるって今系のあれ使えるのは分かんないんだよね。仕事で、ね、結構忙しいから見たいってよ、うん、これ YouTube にあるんじゃないの。古すぎてまた見たい。あれ見てた人めっちゃもう古いね。あの総理ゼロからラーメン作れるんだけど、マジで美味しいんだよ。だから何でもいいわ。麺とスープ作ってる。麺も手打ちで全部。西田さん、あれ良かったわって。またポッピーを、ね、今週また作ってくれ。今週ってここ今をつける系のカジュアルにやると、あの作ってきて。あの俺もいろいろ仕事とかあるの。作り方わかるよね。なんか暇な時ならいいんだけど、なんか結構精神的きついんだよ。忙しいから。あの最近さ、配信者あのさ、総理がさ、タクマぶち切れたじゃん。タクマと最近仲いいんだけどさ、今度遊んでみる。男で下の名前読むのって吉野以外ないないの。全員今日なんとかさんって感じがするから、その名前からしてちょっと。なんとかさんとか、俺絶対カーニーさんとか言うよ。呼び捨てせんやん。タクマさんって呼ぶの。そういうことじゃなくて、ちょっと なんか名前がちょっと微妙だな。名前が微妙だから会いたくない。それめっちゃ失礼じゃん。カーニーさんって言ってるやん。これ01とか言わへん。カスワンって言ってなかった。あ、違う、川西って言ってたじゃん。川西さんって言ってた。それは表面上だけど、俺にずっと川西とか、あのゴミって言ってたじゃん。
怒ってる時はそれ呼び捨てとかさ。怒ってない時もしてよ。いやいや、俺基本さん付けするよ。まずあの頭の毛のもじゃもじゃの。嘘つき、マジ嘘つき。頭の毛のもじゃもじゃの。じゃあいい人分だよ。裏ではね、絶対さんなんで言わなかったよ。あんたの母親も、俺の前、俺のいない裏では俺のこと呼び捨てで呼んでたよ。え？俺のこと表ではさん付けしてようけど裏では何それは俺がそれで呼んでるから、ね、びっくりした俺え何やねん来るの俺さ、ね、実演された俺カブルいなくなったそれはあれ毎年やる。え 毎月やガチ今回ガチ予約だと どうして家族が全員絶縁だったの。なんで今までやったら1人とか母親だけとか姉ちゃんだけとかやった母親とか姉ちゃんだけやった、まあ、誰かとは言わないけどある人とね姉ちゃん絶縁した姉ちゃんだよそれは知ってるえそれ知ってるなんで知ってるの連絡来たいやだから連絡来たってあんたから連絡来たのその後来てないんだいや来たからなんか起きたなっていうのは分かるよしかも韓国行ってる間起きてるからなんかこれカジュアルなことじゃないなとは思ったよあなたは外国に行って喧嘩するか今この姉ちゃんは電話が俺にかけられるわけないもんブロックっていうか削ってるからえ、あの人はもう連絡来ないんですか取りようがない、だっていないからあ、あの人何でも削ってる会ってないんだよ楽になったわいや、今だって最近までね確定診断これは雨がかりというか、現場でさ、なんで喧嘩したの？そもそも関係あること。普通に構えて、おかしいやん。おかしいのは知ってるでしょ？何が？あの人がおかしいのは知ってるじゃん。どんだけやばいかって知ってるでしょ？ある意味尊敬するぐらいすごいオーラ持ってる。まあ、それを言わないで俺もずっと抱えてたのでそれを配信でストレスでボロカス言っちゃったのあのストレスの吐き口がなくて姉ちゃんに対して言ったのそれをもう見てたの全部見ちゃったなんで見るのえ見てるの毎回いや分からんけどいやあんたのもし見てたらそれは喧嘩になるよなん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 もうあんたのせいって言うんですよ全部消した YouTube 全部消してもらった消してもらえるの依頼してね本人だから薬サンドサンド飲むようになったんですよだから私の許可は得てないのに勝手にあれあのアップされてるから、ね、でも全部削除したの、うん、でもあのチャンネル自体が終わったのチャンネルはあるけど私が今、ね、でまた新たにアップしてる感じあそうなんだでもそういう家族のことはもうアップされないようになってる気使って、うん、あのさっき言ったあの血栓飛ばす意地は血を飛ばすみんな見たのサラサラとかまあ私が悪いんだそれはその前のなんかバロワニンだと納豆を食えなくなっちゃったりするらしいんだけど今の薬は全然優秀でいいですよバーバニンはねお姉さんだから徹底的に人で管理してそれで、あんたのせいだみたいなのがあったんだ。あんたのせいだみたいな。なんか、子供がかわいそうなこと。私の子供が。その、うん、私の子供は、その、まっ、なんていうの？まっとうな人生を送っているのに、そんなことを言って、かわいそうみたいな。ああ、豆ですね。本当は電子部品入れるやつなんだよね。いいじゃん、別に私が、私っていうか、俺っていうか、マユ、マキ、なんでもいいじゃん。なんて言ったって。親じゃないんだからさ。したら、私がダメだから、だらしないから、迷惑かけてないし。つぶつぶのまで拾って、これとこれとこれとなんて5種類があって。ね。
1時間遅れたから大丈夫よね。すごいやろ、出来合いしてるやろ。出来合いしてるやろ。神経毒階段から落ちないかなとかずっと今日今心配したい。あ、401の人ありがとう。行くじゃん、500ない人。いや、すごい光るみたいな。え、これ、玉露ちょうだい。玉露はい。でも、総理、これ、これ。いや。覚えてる？なんか、マユがどうせすぐ家出てくね、追い出されて稼げなくなって俺ん家にどうせ戻るけどラッキーかもと思うけど俺は受け入れないとか言ってたけど、そうならなかったよね。そんなこと言わん方がいいと思うよ。でもそう言ってたじゃん。いや、そんな言い方じゃなかったよ。それに近いけど、そういう端的な言い方じゃなかったよ。どう言ったか覚えてないけど、まあそう言ってた。何ご飯なんですか？キノコが言ってるけど、キノコが言ってるけど、キノコが言ってるけど、本当ね、本当お金貯まるよ。金ない金ないって言ってんじゃん。いや、ほんとに金貯まるんだったね。なんで外に出ないやろ。外食ないやん。金ない金ないって言ってんじゃん。ほんとに。いや、金ない。いやいやいや、どうなったんですか。いや、この人で痩せすぎてからよかった。平山さんだったら絶対だ。全部酒のつまみも全部自炊やん。今ネットスーパーで買ってるから。だから今日のあの本当に刺身漫画みたいに漫画みたいに漫画もう数ヶ月ぶりよ。そうなの。スーパーに行った。たぶんコンビニの人も久々俺の顔見たんじゃないかな。え、買い物は全部ネットスーパー。暑いから。いや、寒いずっと。なんかもう福ちゃんいない時から頭おかしくなって出なくなったの。外外出た方がいいよ。それちょっとメンタル的に良くない。いや、だから犬飼ってたんで外出てる。え、犬飼うの。で、気づいたらネットスーパーやろ、うん、ネットスーパーとアマゾン。居酒屋で酒飲んだって。あの、だから6月の最初に1階の人たちが来たよ。あの時に寿司食いに行った。あと稽古じゃんだけ飯食いに。だからまあ 3,4 回ぐらいしか外出てないよ。すごくないこれ。あっ、なんて風はいい感じですね。ね、ソリが一緒に住んでるのって彼女さ、勉強しっかりいる人。え、何言ったら埋めてたよ。あの、外国に行ってる人のよ。家のほら、エアコン普通買ったよって。なんでそこに行ってるの。だから、一緒に海外行けばいいんだよ。ビザ、就労ビザ取らないからなんですけど、観光ビザって3週間取ってたの忘れたけど、帰らないから絶対。あ、そっか、ビザか。で、就労ビザ取ろうとしたら、落ちたのよ。観光ビザしか取らなくて、結婚してるっていうことを証明しなきゃいけない。
え、そんでやっぱさ、海外稼げてるの？日本よりはいい。そう。今ね、円安だからみんなさ、海外に行くよね。いただきにね。いや、もうプラグに来るやつ。そう。あれ俺関連した。英語できない。パンでね、取れなくなる。で、エンジン、電源切って、やっと離れなくなっちゃうさ、電気が強すぎる。社員にならなかった。就労ビザ登録した。すごいさ、あれしばらく行ったら多分死んじゃうと思う。アメリカ？え？アメリカ？その人？ニュージーランド。ニュージーランド？うん。ですね。デカ過ぎか。いや、デカ過ぎとはもう言わないかもしれないね。もう営業風景が多いからね。で、観光ビザしか取れんで、家もないよ、はい、家も何もないから。てかね、聞いてよ、税金やばいんだけど。やばいと思うよ、うん、しんどいマジで。分かったよ、俺の苦しみ。全然弱いんだもん。いや、でさ、うざいね、あいつね、あいつ。誰か、なんか言った、誘導した。なんかさ、去年のね、税理士のやつも言ったらやってくんなかったんだけど、なんか愚痴ってた前のこと。梅さん2050円です。ああ2050円ね、お父さん。もう関係ないみたいな。梅さん2050円。何々件とは人間多い。あんたの税理士やってくれたんだよ。俺昔から自分でやってるやん。だからアドバイス聞くぐらいで。あ、もうどうでもいいんだ、本当に。いや、もうどうでもいいところじゃないんで、うん、だとは感じたけど、しないの、それは。え、なんかさ、まあ去年さ、その税理士頼んでやってもらったんだけど、その書類あるけどさ、それ見せたら同じようにやってくれる？くれないよ。いや、総理が。金、なんで、金。チップあげるから。いくら？いくら欲しいの？領収書何枚ある？ほとんどクレジット決済ですね。クレジット。俺は責任取る。俺やったところで。あ、そっか、責任ビビ無理か。いや、別に俺がやろうと取ろうと、俺何にも資格がないんだから、俺を罰せることできない。行くけど今日は、税金バカみたいなこと言って、分かってきたよ。だから使えないお金も。使えないよ、ほんと半分ぐらい。半分ぐらい持ってる。でも全然貯金してない、海外も。半分ぐらい残す気持ちでないと。毎日でもほんと半分近く持ってる。そこそこ稼いだら、あのゼロが3つついたら。ゼロが3つに近づいたら。半分持っていかれるか。しんどいマジで。一番いい金額が800万だ。普通はね、もう熱風しか来ないで。あのさ、私払ってるから。うるさいだけ。あの総理が税金払ってくれるわけないじゃん。税金払ってくれる？あ？税金払ってくれる？税金払ってくれる。自分の金で払わないから。イワシフライ。払ってくれる、書類書いてくれるって言ったコメントで、総理払ってくれんじゃないのみたいなコメントがなわけないだろう。いや、俺何の科目でっていうか、西川さん、これ中入れてきてくれる。俺は焼酎100個で。全然そんな甘くないよ。え、でも人が払ってくれたからいいでしょうなんて。何インフルエンザ廃止、これから厳しくなるよ。いやいやいや、微臭って何？微臭？漢字読めないもん。微臭って何？どんな感じ？聴衆。聴衆？厳しくなるって、配信者。でももう別に厳しいよね、前から。結構前から。2年前からだよね、それ知ってるの。号令出すよ、うん、コ
コロナだね。それは知ってる。だからね、あの病院の税務署もね、コロナでね。どうもありがとうございます。呼び出したりとか。一度も言われない、どこの病院から。その事務所に行ったりするのが、ちょっと、いや、コロナで嫌だったり、雰囲気が出てきたから。それでも、でもね、やっぱり。